よし、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こちらからでもどうぞ。おはようございます。はい、はい、チーズ。よし、頑張れ、頑張れ。お疲れ様です。ありがとうございます。少々お待ちください。はい、はい、どういたしまして。はい、あ、すいません、どうぞ。ありがとう。こっち見よる。お、すいません。よし、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 よ食べていいよ。あ、ハリさんだ。よいしょ。ただね、だよ。で、うん。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。すみません。嬉しい、ありがとうございます。おいちいよ。おいちいおいちいした。どうぞ。よっしゃ。めっちゃかわいい。あ、秋元くんです。よいしょ、じゃん。みんなで行こう。はい、はい、あの、もらえるの。はい、みんなもらえるの。みんな、はい、よければもらってください。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうね。ありがとう。あの、赤いチェック、ありがとうございます。シャツのおかげです。ありがとうございます。サッカースクール行ってるのか、頑張るな。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。全部もらってね。ありがとうね。はいよ、全部カードもらえるよ。全部もらって、全部もらって。あっ、やだ、教えすぎた。ありがとうございます。3等入ったら今治タオルハンカチをプレゼント。もっと前。あ、もう一回練習入った。どうした？もう春巻き、春巻きかん。でも野菜。うん。おお。アボカドって火通したらホクホク感出るんですね。そうですね。よかった、何言ってるか伝わった。そこ、あ、やっぱりサーモンとアボカドってもともと合うから。そうですね、もう絶対に合う。めっちゃめちゃうまいです。ちなみに定番で置いてる商品の一押しは何ですか。一押しですか。やっぱり愛媛といえば話題なんで、はい、苦しままないのマッピーチーズサンド、はい、それはもう定番であるんですよね。はい、もうこれずっとやってますので、ぜひ食べに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
周りの皆さんはもうもちろんよく知ってるんですけど、松本ゆうまくんが富山からこちらへ来てるんで、まあ、もし出てきたら、まあ、見たいなっていうのと活躍してほしくないのしてほしくないなっていうのがあるんですけど、まあ、富山はまた今守備がちょっと課題なんで、守備が今日もちゃんと試合通してできたらいいなっていうのを楽しみに、攻撃もなんですけど、はい、去年古い方のスタジアムの試合に寄せてもらったんですが、その時にここの里山ができているのを見せてもらって、ああすごくいいのができるなと、やっぱり専用スタジアムの素晴らしいのができているというのがありましたので、今年はぜひ来てみたいなと思ってました。最終的には3点を持って帰ります。だけど岩張さんも大変まとまってるチームですし、前節もなかなかしぶとく戦ってましたので、今日はがっぷり四つに戦う形になるかと思います。今日も朝早くからスタジアムにご来場いただき誠にありがとうございます。声を出して頑張りたいと思います。晴れたな、晴れた。富山は強いと思うけど、去年富山アウェイ応援に行ったら勝てたんよ。だけど今日も勝てるようにみんな頑張ってやってほしい。ちょっと引き分けが多いんですけど、今日こそは勝ってほしいです。今日はもう先行逃げ切り、もう1点でも2点でも取って勝ってほしいです。今日はぜひとも点数を多く取って勝ってほしいです。好きな選手は高虎くんです。もういっぱい走っていっぱいゴールにつなげてほしいです。そうですね、とにかく点を先制点をまず取ってほしいですね。はい、まあ今日は3-0で勝つと思ってますんで頑張ってほしいですとにかく走り負けないように、はい、もうどんどん走り回ってほしいです。
ナー新井ひかる。今日はゴールキーパーに今シーズン初スタメンとなります周行が入ります。白井が対応していきました。もう一度白井、しかしこれをカットする。さあ高橋前を向く、シュートを狙っていくが決まった。長い距離を決めてきた高橋。選手はいません。さあ作り直していく。今日は左サイドに入っているこの安藤、安藤前にボールを入れていって、ちょっとこれはどうだ、オンボールにならない。いやヒヤッとしました。1点ビハインドの今治ですが、まだ時間は十分あります。さあ中に出していってニアを狙ってくるか、ヘディングシュート決まった。ヴィニシウス今シーズン初ゴール来ました。今のシーンです。ここでワンバウンドになったところにちょうどヴィニシウス待っていました。当たったでしょうか。そのボールがワンバウンドをしてボックスの真ん中付近で待っていたヴィニシウス、頭で決めました。今シーズン初ゴール。末木がボールを上がって、そして安藤へというボールですが、これはどうだ、どうしだ。さあ中に出していってシュート決めていく。高橋が2点目を決めるということになります。大山後ろへ下げて下堂、さあここに対してヴィニシウスが行く。末木、これを奪った、ドゥルー、そしてヴィニシウス、ちょっとここはミスが出ました。ここをすかさず奪ってヴィニシウス同点に追いついて、この2点はいくらもヴィニシウス。
ぞれ2得点ずつを入れて、後半はどこで動きがと思われたんですが、まだ動きはありません。サポーターからゴール裏大きな声援が飛ぶ今治、ちょっとワンバウンドになってしまったが、これをシュートを狙ってきた、決まった。今日はハットトリックか、ヴィニシウス。試合終了です。ビニシウス天を仰ぎます。そしてハットトリックを決めて、サポーターもこの笑顔です。このように前半2対2、後半1対0、合計3対2、勝利チーム FC サポーターの皆さんに挨拶に伺いますが、この後早速勝利のタオル回しをしたいと思いますから、皆さんぜひタオルを回す準備をね、ぜひよろしくお願いします。はい、栄光のシェーディング、この後サビからいきますから。アウェイの北九州戦でですね、たくさんの FC 今治ファミリーの方々に足を運んでいただいて、その方々に、勝ち点3というものを持ち帰っていただいてからですね、なかなか共に喜び合えるような結果が伴わずですね、苦しかったんですけども、ただ今日のゴール裏にはですね、うちのアカデミーの選手たちが一緒になって声を枯らしてですね、応援してくれて、そういった姿にですね、勝ち点さんというものを本当の意味での FC 今治ファミリーのみんなで喜び合えたということが、このクラブの強みであり、その強みをちゃんと勝ち点さんという結果に対し、にしてですね、勝ち点に反映できたということを、そのことを非常に誇りに思いますし、次の一歩につなげていきたいなというふうに捉えています。私からは以上です。Um jogo importante para a gente saber da dificuldade. A gente entrou com a proposta de jogo de mais ofensivo. Então, todos entram com a mentalidade de fazer gols, de estar sempre correndo para frente, dando um passo para frente. Então, hoje a gente mostrou o Mabari que é a força que a gente tem.
Então é continuar com essa pegada que a gente veio. É, desde o começo do campeonato a gente teve um jogo fora que a gente perdeu, mas é levantar a cabeça, igual a gente fez hoje, ganhando esse jogo. Então continuar firme e forte aí para que a gente possa buscar os três pontos dentro de casa, fora de casa. É importante a gente estar somando para estar subindo na tabela. Cara, foi... Não tem nem como descrever, estava ansioso para poder fazer o primeiro gol e hoje pude fazer três. É muito especial para mim, para minha família, para meus companheiros também que me ajudaram dentro de campo. Então estou muito feliz, muita felicidade mesmo, de coração. E é continuar fazendo isso, sempre buscando gol, estar sempre perto do gol para poder finalizar, fazer gol ali. Vai ser muito importante para minha carreira e aqui no meu trabalho também vai ser muito importante para mim. Teammate が助けてくれて、本当にこう頼りになる選手たちだなっていうふうに感じました。はい。とにかく思い切ってやろうと、素晴らしいスタジアムでたくさんのお客さんの前でプレーできるわけですから、幸せを感じながら、なんとかチームにこう勝ちを持ってこれるようにプレーしようと思ってました。本当にいい雰囲気で。選手を幸せにしてくれる本当に素晴らしいスタジアムだなというふうに思います。これからも厳しい戦いが続くので力を貸してほしいですし一緒に戦ってほしいなというふうに思います。